どうも、こんにちは。今日は、ビオパリンパリの料理教室第2弾でございます。はい。それでは、火をかけて約15分から20分ぐらい経ちましたので、蓋を開けます。はい。よいしょ。ちょっと熱いので、はい、お見せします。はい、こんな感じです。はい、すごい。いい匂い。で、これは、水洗いした、チンゲン菜です。チンゲン菜はすぐできますので、最後に入れます。で、ちょっとヘタの部分取って、これは包丁はいりません。このままパラパラパラって入れる感じですね。ちょっと作業工程ミスしたっすけど、いきます。はい。で、次に出てきましたのが、豚肉です。はい、豚肉です。なるべく、こんな白い色の油、これちょっと赤みが入ってるんですけど、本当はもっと白い油の方が豚油が出ます。はい、これを、はい、入れます。はい、豚肉とチンゲン菜を最後に入れた方がいいのは、豚肉は最初から入れると硬くなります。ですので、豚肉は最後に入れると柔らかくなります。で、ちょっと軽く、混ぜる感じで沈めます。はい。で、チンゲン菜もすぐにできるので大丈夫です。はい、もうちょっと沈めますか。あんまり沈めすぎると豆腐とか崩れちゃうから、軽くっすよ。軽くしてあげてください。で、ちょっとお玉で外からスープの量すごいでしょ。こんなにあるっすけどね。もう満タンになってる。水入れたから、白菜からも水が出ますんで、グリグリーングリグリーンって混ぜて、で入れます。はい、これで OK です。で、そこからまた、蓋をします。蓋はどこですか？蓋ありました、ここです。はい。で、さっきちょっと弱火にしてましたんで、強火にします。で、これでちょっと待っときます。はい、豚肉ができるまで少々お待ちください。お鍋できたらお鍋、イエイ、お鍋やぞ今日は。よっしゃ、いっぱい食べてやんよ。グッジョブです。はい。豚肉とチンゲン菜、チンゲン菜は2、3分、豚肉も2、3分ぐらいでいいっすね。もう蒸す感じでいいんですよ。蓋をしてね。今でどれぐらい経ちました？ 1 分経ちました。まだですか？ちょっとその間に捨てたり洗ったり、洗い物しようか。洗い物はもう先やっといた方が、後で食べ終わった時しんどいでしょ、ね、お皿、その間に洗います。お皿じゃない、包丁とまな板を洗います。さーっと。で、まな板もそんなに脂っこいもん置いてないんで、もうきのことか白菜とか水気の多いもんだけまな板にのせてますんで大丈夫。軽く洗剤で流すだけ、洗って。はい。洗い物のもうこれだけです。で、洗い物終わった後、歌歌いながらでもちょうどいい感じ。さあ、それでは、開けます。よいしょっと。はい、開けました。こんな感じです。で、ちょっとこんな感じですけど混ぜますよ。
ちょっと上上げたりなんかしたり、こんな感じです。ちょっと近づけましょうか。はい、完成です。ジオパリンパリンの、スーパーデリシャス鍋です。ちょっと弱火にしよう。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、寒い時には辛いものを食べて、温まります。はい、ちょっと食べてみます。豚肉もこんな感じでしょ。こんな感じで大丈夫です。ちょっと火ちょっとまあつけといても大丈夫ですけど、はい、ちょっと豆腐崩れましたけども、豚肉が多いな。で、はい、こんな感じです。キノコとか豚肉とかで、薄揚げも、最初はちょっとまあ浅いぐらいの味なんですけど、また半日とか置いてまた火をかけるとだんだん味が染みてきて本当に超美味しいの。はい、つくねとかもこんな感じです。はい、これ入れるだけなんで、今回のつくねは、柚子胡椒味です。はい、これで OK です。火止めます。はい、いただきます。もうこれで完成。鍋に放り込むだけなんで。はい、いただきます。これむちゃむちゃうまいやないかこれ。こんなに。これです。これエリンギですよ。エリンギ、これむちゃむちゃうまいぞ。すごいです。で、豚肉です。いただきます。うん、超柔らかい。お肉は最後に入れる方が硬くならないんで。はい、これウインナーです。うん、ウインナーも超美味しい。で、薄揚げいただきます。うん、味は染みてないんですけど、ふわふわしてすごい美味しい。これとご飯があったら本当にこの今のお鍋もう本当に6食分以上あるんで、もう2日3日全然持ちますね。で、辛いから味が飽きないですね。で、もし味が飽きそうやったらまたさらにニンニク追加か焼肉のタレ、ジョジョインじゃなくても焼肉のタレでもいいです。うん、超美味しいです。はい、それでは、ビオパリンパリンの、スペシャルハイパーデリシャス鍋終わります。名前がそんな感じでしたか。ご視聴ありがとうございます。